あのスタイル的に右を下ろすんですよね、はい、なので入っていくときに山中の左がやはり相当怖いんですよね。なるほど、恐れているということになりますね。思い切って入っていけないですよね、はい、ダルチニャンは右の前のパンチを少し下げながら出ていくときもあります。残り1分を切っています。第4ラウンドです。寺島さん、はい、ダルチナン陣営なんですが、全てのインターバルで落ち着けという言葉をかけてますね。あ、ということは飯田さん、はい、かなり興奮していると見ていいですか。やはり思い通りできてないんですよね。レイジングブル、イカれる猛牛というニックネームを持ちます。突進をしていきながら徐々にアジャストしていって、合わせていって、自らの得意の左を当てる、これがスタイル。しかし空振りさせました、ね、セレス小林さん、本当に振ってきますね。振ってきますよ。このただ下がるのだとね、どうしても山選手見栄え悪いですから、はい、あ、いいですよ、この勇気です。こういうの打つからダルチニャンも無理に攻められないんですよね。止まるんですね。そうですね、思い切れないという。ただそれでも前に出てくる。ニュートラルコーナーに押し込んだダルチニャンです。第4ラウンド終了です。ここまではクレ工業とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。第4ラウンドが終わりました。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、この時点での採点が発表されます。38から2社、そして残り1は39対37、青コーナーリングダルチニャン選手を支持しております。1対0でチャレンジャーリングダルチニャンがリードと、まあ、ただ2対0以上にならなければということになります。2社はまだ38対38です。第5ラウンドを迎えました。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、飯田さん、ここまでのその採点を見ていかがですか。まあ、予定通りなんじゃないですかね。そうですか、まあ、プレッシャーかけてくるのもあるだろうし、で山中チャンピオンは自分のペースは守ってますからね。西岡さん、ここまでどうなんですか。いや、山中落ち着いてますね。落ち着いている。特に前半怖いダルチニャンの攻撃を本当はうまく抑えてますよ。左のストレートを伸ばしていく。右からワンツーです。サウスポー同士の戦い、どちらも左一発で相手をキャンパスに沈める、その能力、パンチ力があります。あ、山中チャンピオン今度出ていきましたね。プレッシャー負けないように手を出してきてますよ。特にこの2ラウンドぐらいはセレス小林さん、はい、相当ダルチニャンが前進してきてますよね。そうですね、来てますよね。あのボディ、ナイスボディですね。これをどう止めますか。そうですね、あの左をね、打ちたいですよ。上下散らしたいですよね。左、得意の左を上下に散らしていく、はい、右を伸ばして左を空転させて自らのパンチを当てていきたい。チャンピオン山中慎介、左のボディです。ナイスボディですね。寺島さん、はい、先ほどのスコアを聞いたチャンピオンは少し顔をしかめたんですが、陣は至って落ち着いていました、うん、足を使って先に攻撃を仕掛けていけ、指示は変わりません。両者同時に打ち始めます。それ左のパンチが交差し始めましたね。そうですね、左のストレート系より速いのは自分だと話したのはチャンピオン、赤いトランクスの山中です。ただ踏み込んできますダルチニャンです。ダルチニャン選手ね、左をねちょっと逆に上下散らされると山中チャンピオンちょっと嫌な感じですよね。3階級制覇を目指している黒いトランクス、ビッグダルチニャン、アメリカでも人気を博す、いわゆる大物ビッグネームです。おー、ナイスパンチ左です。山中左を狙っていったが、ここは頭を下げてダルチニャンが突っ込んできました。おー、左、ね、これは危ない左をもらった。少し効いたか、足に来ている。チャンピオン山中、少し足に来ていますか、どうですか。ダルチニャン目カットしましたね。目をカットした。左、山中の左です。左を受けて西岡さん、少し足に来ているようにも見えたんですが、いかがですか。ちょっとダルチニャンいいパンチだったんですけど、ただダルチニャンが右のまぶたを切りました。結構カットしますね。すでに5ラウンドに入っています。4ラウンドまでに偶然のバッティングなどで試合続行不可能の場合はドローとなりますが、もうすでに試合は成立しています。レフリー、パナマのアフーさんが一旦ニュートラルコーナーに行くようにチャンピオン山中を仕向けました。出血があります。飯田さん、この出血の影響いかがですか。まあ、目には入っているとは思いますよね。より攻撃を強めてくるんじゃないですか。いや、ダルチニャンもプレッシャーも強いですね。ボディです。上下打ち上げのダルチ
終了です。初防衛戦を戦っている帝拳ジムの山中慎介、第5ラウンドにダルチニャンカットがありました。これはこのパンチによるものですから、出血がひどくなって試合続行不可能の場合には山中初防衛成功ということになります。第6ラウンドを迎えます。12回戦です。折り返しのラウンドです。第5ラウンド、左のダルチニャンチャレンジャーのハードヒット、来ましたよ。ハードパンチをもらったように見えたんですが、ダルチニャン出てきましたよ。やはりシャープ強くしています。はい、ストップを恐れてやはり出てきましたね。そうですね、寺島さん、はい、山中チャンピオンはですね、相手のパンチはパワーはある、ただ大振りなので合わせやすいと話していますね。はい、大振りのそのダルチニャンのパンチに合わせるような格好でセレス小林さん、見事に左、それでカットがありましたよね。そうですね、合わせましたからね。まあ、ダルチニャン相当焦ってますね。焦っている、はい、目をカットしたことによってやはり止められるのが怖いんですよね。ここでパナマのエクトル・アフーレフェリーがコミッションドクターにこの傷の状況を確認します。ダルチニャンとしてはまだやりたいんだというような表情、まだ明確にポイントをリードしているという実感もないようです。試合再開です。第6ラウンドです。折り返しのラウンド、落ち着いた表情はチャンピオン、赤いトランクスの山中慎介です。右を伸ばしていく、ナイスジャブ、ジャブがいいですか、西岡さん。この距離でジャブ使われるとダルチニャン入りにくいですね。とにかく前に出てきたいダルチニャン、出てきます。西岡さん、これを止めるために右ですね。そうですね、そしてその右同時に左を打っていく、これは足がかかりました。第6ラウンドです。ダブルストレートボディです。ダルチニャンも焦って大振りやすいですね。2までしか出ませんからね。ワンツーまでしか出ない、そのままパンチは来ないですから、はい、しっかり距離取ればもらわないですよ。左同時に打っていった、左が当たった、ダルチニャンの左、ただ受け流して右の股をカットしているダルチニャン。山中チャンピオン、このラウンド右のガードは低いんですよね。ちょっと低いですね、まあ、左を誘っているのかもしれないですけども、はい、お右をあえて下げて、左を狙っているチャンピオンの山中です。パンチを見切ったということかもしれませんね。お、なるほど、この当たりも強気です。山中です。右を伸ばしてサウスポー、左ファイターで当てました。先輩西岡チャンピオンもナイスという言葉がありました。山中の気は強いですね。もう完全にガード下げてますよね、山中チャンピオン。右のガード度胸です。これはもう自らの得意の左で倒せるというふうに踏んでいるのか。山中慎介29歳、滋賀県湖南市、その湖南市では第1号の市民栄誉賞を受けました。世界に注目されるボクサーになりたい、日本に知らない人がいないような世界チャンピオンになりたいと現在の夢を語っています。それにはこの相手を倒せば格好という試合です。緊迫感がこの上ないこの WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、残りは10秒、第6ラウンド、12回戦折り返しのラウンドです。ここまで出血もある激闘になっています。前半が終了しました。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、チャレンジャーダルチニャン2階級制覇、3団体統一チャンピオン、右のまぶたを切っています。幅は3センチ少し深いという診断がされています。後半を迎えようとしています。後半第7ラウンドに入りました。落ち着いた表情で先にスッとリングの真ん中に来たのはチャンピオンです。赤いトランクスの山中慎介29歳です。いい、右を伸ばしていく、今の右ですよ。先輩の西岡さん、落ち着いてますね。いや、もう表情変わらないですよ、一覧の目が。そうですよね、はい、落ち着いて相手を見据えて左を合わせていく。やっぱこの、ね、ポーカーフェイスね、この落ち着き、これが、ね、山中選手の武器ですよね。普通だったら初防衛戦、緊張もあるところ、プレッシャーで体が動かないことも考えられます。ましてやね、もう相手がもうダルチニャンですからね、まあ、ダルチニャンに挑戦するとギャーッと左アッパー。おー、しかし表情は変わりません。山中です、左、ナイスパンチ、集中して準備ができたと話します。当たりましたよ。山中のパンチがうなりを上げています。左のパンチが注目されますが、このところ飯田さん、右のパンチも本当に試合ごとに良くなってるんじゃないですか。
まあ、今はでもやっぱり左狙ってますよね。そうですか。お互いが左を狙ってるんですよね。ちょっとペースが落ちたか。そのあたりは左のこのフルショットを狙っている。そうです、お互いですね。そんな緊迫感でしょうか。そうですよね。フェイントを掛け合いながら体を柔らかく一旦油断させたようなタイミングで振るってきましたダルチニャンです。今のボディですよ。まだ落ち着いている。これも受け流す。あれボディを打ってね、体力をそぎたいですよね。体力をそぎたい、はい、相手のダルチニャンはただ、まあ、12ラウンドフルに戦った経験も7試合あります。経験豊富、43戦目というチャンピオンはこれが18戦目ですので倍以上のキャリアがあります。おまけにオリンピックに出場した経験もあるという黒いトランクスのダルチニャンです。寺島さん、はい、このダルチニャン陣営かなり焦ってますね。バケツの氷をこぼしたりとちょっとドタバタしたという状況ですね。なるほど、陣営もかなり焦っているというチャレンジャーサイド。2階級制覇、3階級制覇を狙っているダルチニャン。やっと少し口が開いて、西岡さん疲れも出てきてますかダルチニャン。そうですね、ちょっと疲れ感じてますねダルチニャンは。現在36歳のベテランです。このところあまりいい試合が出てきていないと、できていないことを、まあ、衰えと感じられるのなら心外だと。初防衛の相手に俺を選んだことを後悔させてやる、そう話したビッグマンス。いや山田です、ね、左のタイミングが徐々に合ってきてますよ。合ってきてますか、はい、焦っているダルチニャンが前に出てきます。これを迎え撃つ。おステップワークも良くなってきたか。軽いポンポンというようなフットワークを見せ始めました。そうですね、山中チャンピオンボディに左ストレートを打ったりとか、やりもう少しジャブを当てるとかっていうことをやると余計に、自分のカウンター、左ストレート当たりやすいかもしれないですね。そうですか、上下の内訳左右こういうジャブですね。ジャブですね。あのジャブいいですね。西岡選手からも先輩からもお褒めの言葉。第7ラウンドを戦っています。ここで第7ラウンドが終了です。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。第7ラウンドの山中の左です。先輩の西岡選手いかがですか、はい、この左のボディです。あ、これいいボディですね。これ効いてますね。だいぶ左のタイミング合ってきましたがいかがですか。そうですね、ダルチニャンも入ってくるときにガード完全に下がってるんで、左は本当もうタイミング合ってきてますんで当たりますよ。当たれば本当にクリーンヒットすれば一発で倒す力があります。この左ストレート渾身の左を当てられるか。山中慎介です。セレス小林さん、本当に落ち着いている第8ラウンドここまでです。そうですね、ここまでは本当にいい戦いだと思いますね。チャンピオン山中、あとは本当にね、ここからもっともう一回ね、自分のボクシング貫くことですよね。初防衛戦です。ここまで無敗、2引き分けはありますが無敗のまま世界チャンピオンになりました。そして強気にこのビッグネームを迎えての初防衛戦。試合の序盤はイーブンから、まあ1人は4ラウンドまでは1ポイントダルチニャンチャレンジャーリードとしました。しかしこの第5から第8ラウンドにかけては飯田さんいかがでしょうか。チャリストレートダルチニャン、まあ、いいですね。本当にもう冷静に戦ってますよね、今みたいにこうジャブの突き合い、あと上下の打ち分けをやることで得意の左ストレート当たる、タイミングになってくると思います。はい、左右失礼、右から左です。寺島さん、はい、チャンピオン陣営ですが先ほどのラウンドは完璧だと伝えています。距離そして手の出し方、ただ相手は左のストレートを狙っている、それには気をつけろと話をしています。左を狙っているんですがこれを空転させています。寸でのところで避けています。しっかりと見切って陣営からは焦っているぞという声が飛んでいます。赤コーナーです。チャンピオンサイドです。ジャブがこの距離感測るのに効いています。そのジャブがナイスということで西岡選手どんなところがいいジャブなんですか。タイミングがいいですね。左ストレートタイミングがいいからこの左ストレートも当たり始めている。そうですね、あとダルチニャが入っていけなくなりますよね。そうですか、はい、第3第4ラウンドあたりはもうちょっとつ猛進どん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 前に出てきたダルチニャンなんですがそれがなかなか出られなくなっています。そう、まあ、それにはちょっとダルチニャンねちょっとね疲れが見えるのか、はい、踏み込みがだいぶ浅くなってますよね、うん、陣営も焦っていると焦るなというような声をかけていました。セレス小林さん、このあたりだいぶ消耗してますかね。そうですね、やはり思った通りいかないんですよね、もっと打ちたいんですよね、はい、ダルチニャンは。口が開いているダルチニャンチャレンジャー黒